ちゃんさん、おはようございます。ありがとうございます。ココアさん、ハロー、ネタ、おはようございます。ハロー。ということで、今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。ネタ、バンチクワ、お、ボンちゃんさん、バンチクワ、今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。ぬじりさん、こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。嬉しい。ジャンマーサーさん、光の速さ飛んできました。お、ありがとうございます。光の速さで飛んできてくださった。嬉しいです。今日もありがとうございます。そして、光の速さありがとうございます。あ、ありがとうございます。ごめんなさい、なんか電波やっぱりおかしくて、ちょっと接続できなくて遅くなりました。そして、ジャマイさん、初めて嬉しく、お、ジャマイさん今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。そう、ごめんなさい、ちょっと遅れちゃって。そして、よしぴさん、ヤッホーヤッホー、来てくださってありがとうございます。ヤッホーイ。ユージさん、ニュータ、こんばんは。お、こんばんは、今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。こんばんは。いらっしゃい、ヤッホー、ヤッホー、おはようございます。今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。そして、カズヤンさん、こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。嬉しい。こんばんは。コロコロさん、こんばんは。今日は暑かったですね。こんばんは、今日も来てくださってありがとうございます。そう、今日めっちゃ暖かかった、びっくりしました。なんだろう、今日は、あ、日も出てる。今日はそう、めっちゃ暖かくてびっくりしました。あんな暖かい気温久しぶりに、なんか24度とか、12月あれみたいな気温でしたよね、今日。そして、ちょっと間に合ったかな。のじりさん、画像はきれいさ、お、よかった。そう、でもなんか、なんだろう、あの配信ボタンがあるんですけど、その配信ボタンを押したらなんかね、ショールームの最初の方に出てくるサイコロみたいな丸いやつ、いろんな色のあれがちょっと一瞬出て、配信開始しましたみたいなの出るんですけど、そのサイコロみたいなやつがずっとぐるぐるしてて、一回閉じてもう一回開き直してやったらできたので、それでちょっと時間かかっちゃってて、ごめんなさい、遅くなっちゃった。そして、マー君さん、こんばんは。こんばんは、今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。こんばんは。ゆきさん、こんばんは。ねえと、こんばんは、しこ、間違えた、勉強会終わった、お、やったね。こんばんは、ゆきさん、今日も来てくださってありがとうございます。勉強会お疲れ様です。大変。リミットさん、こんばんは。こんばんは、今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。リューティーさん、名古屋雨降ってきた、あら、あらららら。雨か。大阪今どうなんだろう。私が帰ってきたのが3時くらい、もっとか、3時半くらいなんですけど、その時は雨降ってなかったから、今どうなんだろう。全然わからん。どこまでやんだかな。あ、あった。今日の髪型はポニーテールかな。あ、そうです。今日はポニーテールちょっと巻いてます。けど、なんかだいぶほろけてきた。今日は巻きポニーテール、一応。あ、しかもなんか出てる。
いつもなんかどっか出てる。おいしょ。ゆうさん、にーなさん、こんばんは。お、ゆうさん、こんばんは。今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。そしてのじりさん、こっちは雨で少し寒かった。あ、そうなんや。え、どこですか？大阪はね、結構あったかかったです、今日は。しまいちさん、こんばんは。お、今日も来てくださってありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます、嬉しいです。そして、今来たいことだけダメばい。お、そっか、どこだろう。え、今雨降ってるのかな。私のちょっと今このいる場所からは見えないからわかんないんですけど、どうなんだろう、降ってるのかな。ちょっと滑らないように気をつけてください。そしてプリケツ兄貴さん、こんばんは。2回目です。お、嬉しい、ありがとうございます。また来てくださって嬉しいです。2回目ありがとうございます。やった。そしてココアさん、ハート100個くださってありがとうございます。嬉しい、ハート100個ありがとうございます、嬉しいです。やったね、ありがとうございます。そして、あ、ヨシピさんもハート嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、ハート。韓国へえ、早見終わって3回目だけどいつも涙が出ます。お。韓国のやつ、なんか若干どこなんかで見た気がする、でもテレビの。そうだから私も諦めないように頑張ります。そう、やっぱり諦めたらそれで終わるから頑張ります、ありがとうございます。そして、まなみなさん、仕事は、お、まなみなさん、お仕事お疲れ様です。今日も来てくださってありがとうございます、嬉しい。仕事は、そしてレシピさん、心踏んでハート1個ありがとうございます。100個嬉しい、ありがとうございます、ハート。嬉しいです、ありがとうございます。そしてひらっちさん、今日も安心アンテナの高いの、ありがとうございます、嬉しいです。そう、今日もなんだろう。今日も、今日はでも結構久しぶりにこの服を着ました。あんまり着ないんですけど、ニット、今日はねこの服。割と自分の中で珍しい服を着てます。そしてポニーテールもね、実は普段あんまりしないので、なんだろう、結構なんか新鮮です。どこだ、還暦おじさんさん、愛知県の東三河地方も雨降ってませんってことか。あら、雨降ってるんだ、大変だ、それは大変だ。洗濯物乾かない、そうですよね、雨降ってたら部屋干しだから大変。でもなんか明日だっけ、明日ぐらいまで雨続くみたいな、今週ずっと雨みたいになってなかったですか、なんかね見た気がする。ゆきさん、大丈夫ですか。自転車乗りながら配信見てるってことになっちゃうけど、大丈夫かな。滑らないように気をつけてください。そして岡山も降ってるよ。お、岡山も降ってるんだ。あ、そっか、じゃあ結構全国的に降ってるのかな。大阪はどうだろう、本当に分かんないです、今見えてないので。そう、どうなんだろう。
そしてどこまで読んだっけ、あった、泰山北斗さん、こんばんは、まだ仕事中のご挨拶だけになります。ここでね、お泰山北斗さんありがとうございます。来てくださってお仕事頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張って。そして、かげたらさん、俺らの地元はどしゃ降りで、母を。ってことは、やっぱり、なんだろう、名古屋地方かな、愛知、愛知、愛知かな、の方々は降ってるのかな。大阪は、わからない。もう少しで仕事で、お、ゆうじさん。お仕事もちょっと頑張ってください。はい、と頑張ってください。お仕事、還暦おじさんさん、バラありがとうございます。バラ嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです。かげたらさん、こんにちは、詐欺、お、こんにちは、詐欺、ありがとうございます。そしてミニノンさん、お疲れ様、お、ありがとうございます。今日も来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。お疲れ様ということで嬉しいです、ありがとうございます。深みのりさん、こんばんは、お、こんばんは、今日も来てくださってありがとうございます、こんばんは。そしてまなみなさん、今日の雰囲気ですけど、嘘、ありがとうございます。そんな可愛くないんですけど、嬉しい、ありがとうございます。今日はそう、巻きマキポニテです。あ、そう、ココアさん、巻きポニテ、そう、今日巻きポニテなんですけど、ちょっと見にくい。ゆうさん、配信明日まで頑張る、お、ありがとうございます。そうなんですよ、もうね、早い、とっても早いんですけど、もうね、明日の20時までなんで、あ、そっか、今日が最後です、22時まで最初配信できるの、はぁ、って考えたらなんか寂しいな。なんかやっぱりこんだけ毎日なんだろう、配信してたのでやっぱり寂しいですね。ダイヤボンキミスキムさん、なんて言ってんだろう、韓国語だ。アンニョン。なんて言ってるんだろう、アンニョン。ゴマプサムニだ、合ってるかな。ゴマ、あ、惜しい、ゴマプサムニだ、ゴマプサムニだ。アンニョン。そしてネギネギネギンスパが、お、そう、結構揺れる、結構揺れます。ちゃまさん、あ、ハート嬉しい、ありがとうございます。そう、嬉しい、ありがとうございます、ハートありがとうございます。そしてジャンマーサーさん、アンテナ解説ですな、お、ほんと。それは嬉しいな、ありがとうございます、失礼ました。ウォンちゃんさん、50年たん星詰めてくれ、ありがとうございます。52になったら嬉しいです。星詰めいってらっしゃい、ありがとうございます。そしてまなみなさん、車の中の配信に来てますね、くる、お、ありがとうございます。車の中から配信ということで嬉しいです、ありがとうございます。そっかそっか。ちゃおまいさん、ハート100個突破ありがとうございます、ハート嬉しい、ありがとうございます。そして雨でずぶ濡れかな、ずぶ濡れだわ、あら、あらま。ゆきさん大丈夫ですか、お家帰ったらすぐなんだろう、タオルとかで体拭いて温まってください、お風呂入りましょう。そしてちゃまいさん、すごいいっぱいありがとうございます、ハート嬉しい、ありがとうございます。雪で不具合、え、大丈夫ですか。コメント、コメントをする前に
てください。ちょうもいさん、いいね、ありがとうございます。いいね。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです、いいね。やったね。STU4 テツさん、こんばんは。お、こんばんは。今日も来てくださってありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そして、ユースネスプロジェクト、お、ありがとうございます。そう、皆さんが好きって言ってくださったので、今日は、なんだろう。ポニーテールしようかなと思ってポニーテールさせていただきました。そしてヨシピさん、あ、スノードームありがとうございます。嬉しい、スノードーム、雪だるま、ありがとうございます。嬉しいな。そしてポニーテールってハゲるって本当ですか？どうなんだろう、私ポニーテール本当に全然しなくて、なのでわかんないんですけど、あ、でもやっぱり同じ髪型だったらやっぱりずっとだとあれなのかも、良くないのかも。なんか同じ分け目もダメって言うですし、言いますし、それでかな。うん。同じ分け目だとダメだって言います。だからかな、多分引っ張るからかも。どうなんだろう。みかさん、明日で配信終わってしまうからね。でも、お、ありがとうございます。ってことは多分もうちょっとしたら反映されるので、次の部かな、次の部にいっぱい読ませていただきます。ありがとうございます。桃稲さん、やっほ、こんばんは。お、こんばんは。昨日も来てくださってありがとうございます。また来てくださって嬉しいです。こんばんは、ありがとうございます。そして皆さん本気でお金になってるね。お、ありがとうございます。そうなんですよ、だから頑張ります。ありがとうございます。そう、そっか、本当に寂しい。バーンで星が多いので中国語でこんばんは、今日の髪型ほど可愛い。お、なんだろう。なんだろう、なんだろう。中国語、髪型を変えてもありがとうございます。すごい、中国語喋れるんですか、還暦おじさんさん。私は中国語だとドチャーハンしか言えない。あとも言えるんですけど、その自己紹介みたいな言えるんですけど、本名を多分言ってるのでバレちゃう。そう、言っちゃダメだから。どこまで読んだかな。あ、ヨシピさん、推薦後に間違えた、配信後に推薦コメントして、あ、ありがとうございます。じゃあしっかり読ませていただきます。そう、なんだろう、嬉しい。新しく書いてくださってる方がすごい多いし嬉しいです。ありがとうございます。そしてしっかり、でもね、なんだろう、もらった時にもうスクリーンショットさせていただいてて、なので、なんだろう、書き直してくださったりとかもしっかりと全部読ませていただいています。ありがとうございます。嬉しいです。じゃ次の部かな、でまとめてちょっと読ませていただきます。なのでよかったらぜひぜひ。そしてカブさん、初見です。ミキキラさん界隈から来ました。お、カブさん、はじめまして。初見さん、来てくださってありがとうございます。SK48 さんの第9期生オーディションを受けさせていただいています。エントリーナンバー27番のニナタンです。よろしくお願いします。キャッチフレーズ忘れてた。よし、ちょっと今日始まったからまだちゃんと自己紹介してないので、よいしょ、自己紹介します。めっちゃ下がってくる、このイヤリング。
イヤリングじゃないネックレス。はい、SKE48 さんの第9期生オーディションを受けさせていただいております。ファンの皆さんとつながって SKE48 になっていきたい、エントリーナンバー27番のニナタンです。よろしくお願いします。やったね。パチパチということで読ませていただきました。やったなんだろう、あ、そうだ、そしてプロフィール、こちらにも貼ってるんですけど、プロフィールがこちらになります。誕生日が1週間前かな、この配信ショールームさんの配信初日に誕生日を迎えまして19歳になりました。出身地が京都生まれの大阪育ち、身長160センチです。趣味が歌うこととお昼寝をすることで、特技はハンドスプリングってアクロバットの輪だと、まつげに爪痕を乗せることができます。そしておしめは松村香織さんです。よろしくお願いします。そしてじゃん、こっちもある。でもし私が SKE48 さんの9期生になったら、日本のアイドルといえば SKE48 と言われるように、 SKE48 単独でもう一度名古屋ドーム立てるように、先輩方と一緒に人生をかけて頑張ります。7期生さん8期生さんとオーディションを受けてきているので、今回こそ夢のスタートラインに立ちたいです。なので皆さん応援よろしくお願いします。ということで皆さんよろしくお願いします。嬉しいな。そして主権さん、カバさんもありがとうございます。ミキキラさんも誘ってくださってありがとうございます。嬉しい。そしてクミタン富山さん、こんばんは。お、こんばんは、初めましてかな。来てくださってありがとうございます。今ですね、自己紹介させていただきましたが、SKE48さんの第9期生オーディションに参加させていただいています。ファンの皆さんとつながって SKE48 になっていきたい、エントリーナンバー27番ニーナタンです。よろしくお願いします。山田のえちゃん言ってる。お、NJT さんかな、のえぴーって呼ばれてる方かな多分。ありがとうございます。初めて言われました、山田のえさんは。そしてナイスさん、いろんな髪型にすれば安心ですね。お、なんだろう、あ、そういうことか。そうですね、いろんな髪型して毎日分け目変えたりとかしたらいいのかも。ゆきささん、そう、同じ分け目変えてるだけじゃんだよ。わあ、同じ分け目気をつけよう。そう、私結構なんだろう、ここ真ん中で分けるからいつもハゲちゃう。たまには逆にポニーテールした方がいいのかな。ココアさん、久々、こまちさん、お、こまちさん、ココアさんのアカウントからこまちさん来てくださってありがとうございます。嬉しいです、くまちさん来てくださってありがとうございます。なんだろう、嬉しい、ありがとうございます。はい、ってことで頑張ります、ありがとうございます。そしてカブさん、なんだろう、コクからカフジ投げてます。お、カブさんありがとうございます。どこだろう、マルコク、韓国、中国、なんだろう。ありがとうございます。でも星投げしてくださって嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい。そしてココアさん、クマッチに携帯貸して、あ、なるほど。クマッチさんがココアさんのアカウントを通して見に来てくださってますね、ありがとうございます。ココアさんも小松さんもありがとうございます、嬉しい。ありがとうございます。そして
カネクサンさん、ダチャハオ、皆さんこんにちは。言わないよね。そう、ダチャハオ、ダチャハオ。そう、難しい。発音が結構難しいですね、中国語。皆さんこんにちは。そう、それはね、覚えたんですよ。ダチャハオ。じゃあ、ぽんちゃんさん、仕事にいます。お、ありがとうございます。来てくださってありがとうございました。またねってことで。また来てください。ありがとうございます。お仕事、頑張ってください。ありがとうございました。そして、ココアさん、沖縄の音が出るべく、お、ありがとうございます。そう、皆さん本当に、なんだろう、たくさん拡散してくださってありがとうございます。すごく嬉しいです。なんだろう、そう、ハッシュタグの方もね、しっかりとチェックさせていただいております。ありがとうございます。しっかり見てます。意外と。ありがとうございます。そして、ちゃんまいさん、くま、ありがとうございます。くまさん、嬉しい。やった。嬉しい。そう、めっちゃかわいい。くまくまさん、ありがとうございます。くま、嬉しい。ちゃんまいさん、ありがとうございます。そして、ゆういちさん、こんばんは。お、こんばんは。来てくださってありがとうございます。こんばんは。嬉しい。ありがとうございます。昨日ぶりですね。お、還暦おじささん、明日が最終日だから、推薦コメント、また更新しますね。お、ありがとうございます。そう、明日が最終日。なんですよ。早っ。本当に早いな。そしてどこだどこだどこだ。あった。そう。もうね、皆さんいっぱい言ってくださってるんですけども。ほっ。じゃん。明日はついに最終日です。明日の配信は17時から20時お待ちしてますということで。終わる時のあれみたい。さあ、明日の配信は17時から20時の3時間。そうなんです。なのでそう、ぜひぜひ来てください。お願いします。お仕事であまり見に来れないけど頑張って、ね、お、ゆういちさんありがとうございます。そう、お仕事全然頑張ってください。お仕事見に来てくださって、ちょっとでも本当に見てくださって嬉しいです。ありがとうございます。頑張ります。ゆういちさんもお仕事頑張ってください。ありがとうございます。そして、ひき肉のすぐちゃんさん、こんばんは。お、こんばんは。ありがとうございます。はじめましてかな。来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。スケインフォーテッツァの第9期生オーディションに参加させていただいております。ファンの皆様とつながって SKE48 になっていきたい。エントリーナンバー27番になったんです。よろしくお願いします。嬉しい。ありがとうございます。焼肉岩って内田真由美さんでしたっけが店長さんをやってらっしゃるお店ですよね。あ、お母さんありがとうございます。レシピさんもパッチ、そう、自己紹介かな。ありがとうございます。カムカバさん、ニナタンこんばんは。前髪の剃り方、今日が一番。お、そう、今日はね、若干ね、こっちを切ったんですよ。なんか長かったから。若干、本当に若干。そしたらなんかちょっといい感じ。そう、若干いい感じでございます。工作さん、でも前髪、今日の前髪に点数つけるなら90点ぐらい。そう、めっちゃ高いです、いつもより。工作さん、ニーナさんこんばんは。お、こんばんは。今日も来てくださってありがとうございます。嬉しい。こんばんは。ありがとうございます。
管理おじさんさん、そういえば香里さんの MV 見ましたか？私のやたらなかったです。お、そう、私もちょっと見させていただいたんですけど、あれはダメですね。あれはダメです。うん、よくない。皆さんイエイ、ジャマサーさんイエイ、皆さんイエイということで来てくださってありがとうございます。嬉しい。イエイ。あ、でもさっき光の速さで届きましたってコメントしてくれてましたね。イエイ、ありがとうございます。リミットさん、カーターの MV 泣きそうになりましたね。あれはちょっとダメですよね。うん、すぐ壊れちゃう。グニールさん、こんばんは。お、こんばんは、来てくださってありがとうございます。今日も来てくださって嬉しいです。こんばんは、ありがとうございます。そしてくださん、お、カウントかな、ありがとうございます。カウント嬉しい、ありがとうございます。そしてイグニールさん、白橋森は寂しい、折り始まってますね。ありがとうございます。そうなんですよ、明日で配信終わりなんですよ。だからもうね、本当に明日配信終わったらあとは折り配信だけで寂しいんですよね。なんだろう、でもお礼配信できるように本当に頑張ります。お礼配信あるのかまだ分かんないんですけど、そもそもなんですけども頑張ります。ありがとうございます。カムカバーさん、今日は六角の出来上がりも完璧じゃない？そう、今日ね、なんかね、全部いい感じ。そうなんです、すごいいい感じ。還暦おじさんさん、さて星集めの放浪します。ありがとうございます。還暦おじさんさん、星集め嬉しい、ありがとうございます。すごい、なんだろう、本当に皆さんたくさんお星様集めてきてくださってありがとうございます。本当に嬉しいです。本当なんだろう、結構ね、多分ね、接戦なのかな、なんか4位の子が近いみたいで、なので頑張ります。なんとか3位がいいな。なので頑張ります。そしてゆきさん、大丈夫ですか？電柱は切らないで、でも。大丈夫かな、気をつけて帰ってください。ゆきさん、ミルクさん、みなさんこんばんは。お、こんばんは、今日も来てくださってありがとうございます。こんばんは、嬉しいです、ありがとうございます。そしてカムカバさん、白髪はどんな風に、どんな風に、ゴムはね、暗転の水色なんですけど、こんな風にまとめてます。見えるかな、こんな感じ、こんな感じです。そしてリミットさん、明日は19時59分に、そうなんですよ、多分ね、あの小学生メンバーさんもいるから、多分その平等さを保つためかな、におそらく19時59分までの本当に3時間しか配信できないんですけど、そう、いつもより2時間短くて、なので今日が本当に最後まで配信できる日が最後。22時まで配信できる日が最後なんですよ。くしゃくり出た。だから何だろう、19時、そう、寂しいな。20時からの枠は今日か、今日が最後、寂しい。そしてレナメルさん来て、お、ありがとうございます。来てくださって嬉しいです、ありがとう、嬉しい。来たよって嬉しいです、ありがとうございます。みなめろさん、花束ありがとうございます。お花束嬉しいです、花束、お花嬉しい、ありがとうございます。バラも嬉しいです、ありがとうございます。バラ、お花いっぱい、ありがとうございます。お花畑作れるね。
みなめろさんハートありがとうございます、嬉しいですあ、今から仕事行ってきます、今日も配信配当を、お仕事頑張ってください、みなめろさん今日も配信頑張ります、なのでみなめろさんもお仕事頑張ってくださいありがとうございます、バイバイ、またね、熱に負けない負けたのじゃないはず気がないですか、ゆきさん大丈夫かな、あ、AKB だんまいさん今日も来た、お得かありがとうございます、今日も来てくださって嬉しいです、ありがとうございます、そう、あとね2日なんですよ、もう早いですよね、あと2日、今日入れて2日だから、あとこれが19時まででしょ、だから1時間で19時半からも始めるので1時間怖い、あと1年経ち後5時間ぐらいしか配信できないんだ、はあはあって気持ち、寂しい、りっちゃんさんはじめまして、お、はじめまして、来てくださってありがとうございます、りっちゃんさん嬉しい、ありがとうございます、はじめまして来てくださってありがとうございます、SKE48 さんの第9期生オーディションを受けさせていただいています、エントリーナンバー27番のニナタンです、よろしくお願いします、りっちゃんさんありがとうございます、見てるかな、嬉しいです、初見さんこれからよろしくお願いします、そして FG2 さんこんばんは、そして、あ、こんばんは、今日も来てくださってありがとうございます、そうなんですよ、だから本当にすごい寂しくて、なんだろう、こんなにいっぱい配信毎日会ったのに会えなくなっちゃうから本当に寂しいです、お礼配信の通知待ったり、あ、でもマサさんありがとうございます、そうだからなんだろう、配信が終わってもお礼配信どうなんだろう、あるのかな、わかんないんですけどあるならやれるように頑張ります、ありがとうございます、でもなんだろう、なくてもお礼配信が皆さんとなんだろうやっぱり直接お話ししたりとかショールームする機会とかももっともっとできると思うので頑張ります、ありがとうございます明日まで寂しいな明日からってことかな、そうなんですよ、木曜日からは配信もうできないので明日の19時59分まで、そうだからすごい寂しいそうなんですよね、FDJ さん頑張ってありがとうございます、頑張ります、そうちょっと昨日ちょっとネガティブになっちゃったんですけど今日は本当に頑張りますっていう気持ちなので頑張ります、本当に皆さんが本当になんだろう、たくさん背中を押してくださってて本当になんだろう2年前の自分を超えれるように頑張ります、そして仕事が終わってしまってありがとうございます、トンペイさんお仕事お疲れ様です、来てくださってありがとうございます、遊びに来てくださって嬉しいです、ありがとうございます、そしてみのるんさん、みのたんこんばんは、お、こんばんは、来てくださってありがとうございます、嬉しいです、ありがとう、そう、あ、ちょっとよいしょ、ありがとうございます、こんばんは、来てくださって嬉しいです、ゆうさん3位以内入りたい、そうなんですよ、3位以内に入りたいそう今3位なんですけど、なんだろう、結構
点数近い、ポイント近いのかなみたいで、なので頑張ります。負けたくないな、だから頑張ります。そう、こう見えても結構負けず嫌いなんですよね。だから頑張ります。ありがとうございます。そして、お、ゆきさん今着いたのでお風呂入ってきます。お、ゆきさんお帰りなさい。大丈夫かな、お風呂入ってゆっくり温まってください。おやすみなさい、いってらっしゃい、バイバイ。キキさん、ニーナ、お、ありがとうございます。キキさん、ニーナってことで呼んでくださってるし、初めてかな、初めてな気がする、初めまして。来てくださってありがとうございます。SKE48 さんの第9期生オーディションを受けさせていただいています。ファンの皆様とつながって SKE48 になっていきたい、エントリーナンバー27番ニーナタンです。よろしくお願いします。嬉しい、そう、ありがとうございます。そしてももさん、あ、ニーナタン、こんばんは、ありがとうございます。来てくださって嬉しいです。こんばんは。今日も来てくださってありがとうございます。ももさん、ありがとう。アバターが今日もかわいい。ゼロさん、こんばんは。お、ゼロさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは、今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。そしてゆきさん、出た人、あら、大丈夫ですか、腕と膝、あらま、あらま、あらま。大丈夫かな、行きたいですよね。消毒してください、ちゃんとお水でしっかり洗って、泥とか、なんだろう、土とか、土はないか。汚れとかしっかり取り払ってください。ズッキーさん、コロタン、こんばんは。お、ズッキーさん、今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。こんばんは、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。ゆきーさん、また風呂出たら戻ってくるね。お、ありがとうございます、嬉しいです。そう、ゆっくりでもお風呂温まってきてください。ありがとうございます。またね、また後で。キさん来た。お、ボンちゃんさんのお知り合いの方かな、ありがとうございます。嬉しい、本当に、なんだろう、皆さんお友達さん誘ってくださったりとか、なんだろう、拡散してくださって本当にありがとうございます。その拡散のおかげで、なんだろう、本当に勇気とかも元気もすごくもらってます。ありがとうございます。そして星せい北斗さんかな、みくにてね、お、ありがとうございます。あんなに可愛くないんですけど。嬉しいです、ありがとうございます。田中美久さんみたいに綺麗になれるように頑張ります。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです、ありがとうございます。そしてターボーさん、ニーナさん、はじめまして、ココアさんのおすすめで食べに来ました。お、はじめまして、来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。はじめまして、SK48 さんの第9期生オーディションを受けさせていただいております。ファンの皆様とつながって SKE48 になっていきたい、エントリーナンバー27番ニーナタンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。おすすめでも遊びに来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そして、全然嬉しい、ありがとうございます。ターボーさん、他の沖縄と、あ、なるほど、すごい、呼び捨てで呼び合うくらい仲いいのか、
すごい沖縄のお友達さんありがとうございます。すごいですね、沖縄から見てくださってるってことか。すごいありがとうございます嬉しい、ありがとうございます。嬉しいな、なんだろう、ショールームって本当になんだろう、遠くの本当に方ともおしゃべりできたりとかするから本当に楽しいありがとうございます。ちょっとお茶飲んでいいですか。お茶飲みます。よいしょ。よし復活そうちょっと喉がやられてた。ジャンマスターさん何度聞いてもいい曲です。おありがとうございます。そうこれは皆様が決めてくださいまして還暦おじさんさんかながポンって言ってくださったやつがすごく気に入りましてそうだから使わせていただいております。ファンの皆様とつながって SKE48 になっていきたい。エントリーナンバー27番のニーナタンです。よろしくお願いしますということで、こちらがキャッチフレーズになっておりますなんだろう、本当になんていうのかな、毎日毎日見に来てくださってる方だったりとか、名前にニーナタンって入れてくださってる方とかしっかりちゃんと見てます。ありがとうございますいつもカウントしてくださってたり本当に嬉しいです。ということで何かねしようと思った、あそうだテロップ書こう、そうテロップを書きますあ、ハッシュタグだけ出しちゃった。ハッシュタグだけ出しちゃった。あ、違う。今日めっちゃ間違えちゃう。ごめんなさい。27。え、めっちゃ間違えるすぐ編集されちゃう、あホーム戻っちゃう、違う違うSK27 番できた、よしさあ設営であるとかすごい、そうなんですよ皆さんが決めてくださって本当に何だろうすごくお気に入り27が2回も入ってるんですけど、両方とも読み方違くてしかも結構良くて意味かな、だから結構好き。何だろう、ファンの皆様とつながって SK48 になっていきたい普通に聞けるし、なんだろう、言っていったらおおってなる言っていったら説明したらおおってなるからすごい好きですになってつながってスケホーテープになっていきたいということで、なんだろう、になえるような本当に存在になれるように頑張りますそして開始から50分経ってテロップ、そう開始から50分経ってた書こうと思って50分経ちました、書きましたちゃんとそしてどこまでやんのかな、ナンマス27の人ねそう27バンニーナタンがなくなっちゃったそう、え、まだ27ですか、あれえ、
私のところはちゃんと SKE27 番になったってなってるんですよ。なんでだろう。なんでだろう。27に見える。なんでだろう。テロップ、皆さんどうですか。27ですか。番になったないですか。どうだろう。あ、黄色メガネののりおさん、今日も仕事終わったので来ました。お、ありがとうございます。嬉しい。そう、今日もお仕事お疲れ様です。来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいです。そしてよしぴーさん、ニーナとの間違いは通常運転だから大丈夫。ありがとうございます。通常運転なのか。そう、でもね、なんだろう、通常なのかな。通常か。カズさん初見です。大学生ですか。ありがとうございます。初見さん、はじめまして。SKE48 さんの第9期生オーディションを受けさせていただいております。ファンの皆様とつながって SKE48 になっていきたい、エントリーナンバー27番ニーナタンです。よろしくお願いします。そう、大学生ですかってことなんですけど、大学生ではなく専門学生の1年生となっています。そう、確かに、お、あ、表示されてる、よかった。あ、そういうことか。あ、今理解した。そういうことですね。なるほど。あ、めっちゃクマちゃん飛んだ。ちょっと待ってくださいね。言い忘れてた。今日もいい顔だ。お、皆さんありがとうございます。そんな嬉しい、ありがとうございます。今日も笑顔で頑張ります。ありがとうございます。嬉しいな。工作さん、全部表示されてよかった、ありがとうございます。そう、 SK27 番になった。いらされました。お、ありがとうございます。黄色メガネのリオさん、私も皆様に癒されながらのほほんと配信をしています。そしてジャンマンさん、サニーさん、テロップありがとうございます。そう、よかった、表示されててよかったです。多分そういうことだった。メンバー21人減ったってことっていうのでピンときました。 SKE だから27で、またSKE27 番になったんです。お間違いのないようにお願いいたします。そう、27番です。大丈夫、ハッシュタグで繋がっただけなのが、好きに見えるだけだから。そう、それがね、全然ね、なんだろう、わかんなかったんです、ごめんなさい。そう、だからよかった、分かって説明してくださってよかった、ありがとうございます。そしてチアさん、喜怒哀楽を表現してみて。喜怒哀楽。喜と楽が難しいな。喜は喜びでしょ、やった。怒る、怒る。私あんまり怒らないんですよ。だから怒ってる時、悲しい時はずっと泣いてます。うーん、多分ね、こんな顔してる。楽は、
わこんな感じ多分喜怒哀楽動画どうだろう動画どうだろうってダジャレみたいだけどちゃおまいさんありがとうございます。先ほどクマをしっかり見ました。ありがとうございます。クマ嬉しい。このクマちゃん本当に可愛い。ありがとうございます。嬉しいです。そしてはい、おはいいいお返事ありがとうございます。そしてジャンマスターさん、プク顔かわいい。おっ嬉しい。褒められるとまたしたくなっちゃうあターボーさん、すごいバラいっぱい、ありがとうございます。嬉しいです。バラいっぱい嬉しい。そう、私お花の中ではバラが一番好きなんですよ。だから嬉しいです。ありがとうございます。バラがいっぱい嬉しい。ありがとうございます。そしてアイドル好きさん、こんばんは。お、こんばんは。来てくださってありがとうございます。今日も嬉しいです。ありがとうございます。こんばんは、嬉しいな。そしてゆうじさん、どんな表情でも公式。お、嬉しい、ありがとう照れる、ありがとうございますそう、喜怒哀楽をさせていただきましたサボさん、すごいお花いっぱいありがとうございます。嬉しいです。バラ、バラかな、バラですよね。ありがとうございます。そう、バラが一番好きなんです。これね、買った時の紐が出ちゃう。よいしょ、よし。あ、黄色いだるまさん、ありがとうございます。嬉しい、黄色いだるま嬉しいです。タボさん、ありがとうございます。嬉しいですね。怒られたい？怒られたい？他の子のところ行かないでくださいっていうのかなあとはコッテに見えない。嘘ねえ、おかしいなおかしいな、おかしいな、怒ってるはずなのにそう、怒ってる時の顔そしてトウさん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しいです本当に、なんだろう、皆さん友達さん誘ってくれたりとか、本当にギフトも星投げもカウントもコメントも推薦コメントも全部嬉しいです。ありがとうございます嬉しい。そして、あ、還暦おじさんさんもバラありがとうございます。嬉しい。では真っ赤なバラに愛のスキン、ありがとうございます。嬉しいです。バラ嬉しい、ありがとうございます。赤いバラ、赤いバラといえば青いバラが出てきて、青いバラといえばブルーローズが出てきましたジョーさん、こんばんは。仕事終わりました。おありがとうございます。ジョーさん、こんばんは。今日も来てくださってありがとうございます。改めまして、来てくださって嬉しいです。改めまして、来てくださって嬉しい、ありがとうございます。お仕事お疲れ様です。ありがとうございますあ、ひでぽんさん、だるまありがとうございます。嬉しい、だるま嬉しいです。ありがとうございます。合格祈願だるまありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。ターボさん、イエスのテール
いや本当に何だろう、嬉しいです、ありがとうございます。ターボーさん、そしてひでぽんさん、遊びに来たようかな、何だろう、見に来たようかな、ありがとうございます。嬉しいです、ひでぽんさん来てくださってありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。だるまさんありがとうございます、そうだるまさん投げてくださってて嬉しいです、ありがとう。そしてマー君さん、こんな顔文字、あ、皆さんから見たら逆なのか、こんな顔文字。ありがとうございます。マー君さん来てくださって嬉しいです、マー君さんじゃなかった、マーさん。来てくださって嬉しい、ありがとうございます、はぁ、ということでありがとうございます。よしぴさん、他のとこに、他の子のとこに行かないでください、ありがとうございます、他の子のとこに行かないでください。チェアさん、じゃあ喜怒哀楽の他にもう一つあるとしたら表現してみて、もう一つあるとしたら、もう一つあるとしたら、皆さんへの気持ちかな、これも感情なのかな、皆さんへの気持ちです。ゆきみちゃん、やっほーです、お、やっほー。来てくださってありがとうございます、今日も来てくださって嬉しいです、やっほー。ありがとうございます。還暦おじさんさん、ありえない、やばい、笑って、中には3かも、え、そうなんですか。かわいいですよね、でも青いバラ色綺麗だし、でも昔はなんか青いバラって本当に不可能って言われてたんですよね。ブルーローズっていう曲があるんですけども、青いバラみたいな、いつかの夜、奇跡なら一度だけよ、ブルーローズ。ありえない青いバラ、ぬぬ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 、浮気さん発見。でも嬉しい、ありがとうございます、来てくださって嬉しいです、ひでぽんさん、ありがとうございます。嬉しい、内緒ですね、内緒。ありがとうございます。そしてほりくんさん、こんばんは、お仕事終わってきたよ、こんばんは、来てくださってありがとうございます、お仕事お疲れ様です、今日も来てくださって嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。そしてカイジーさん、ニーナタンこんばんは、お、こんばんは、今日も来てくださってありがとうございます。カイジーさん、名前にニーナタンって入れてくださってて嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい嬉しい、ありがとうございます、しっかりと見てます、ありがとうございます。そう。嬉しい、こんばんは、ありがとうございます。そしてゆうじさん、歌は鈍かな、喉の調子は大丈夫、そう。そう、歌は鈍にやらせていただきます。2部のコーナーは多分ね、初日だったと思うので、初日にって書いてるんですけど、初日に皆さんから言って噛んだ、初日に皆さんからいただいたリクエスト曲を歌おうのコーナーを2部にやらせていただきます、なのでぜひぜひ2部もお越しくださったら嬉しいです、よろしくお願いします。全部で2部は14曲かな歌わせていただきます、なのでぜひぜひ
ていただけたら嬉しいです。あのですね、あんな曲やこんな曲がよいしょあります。なのでぜひ、そう、あんな曲やこんな曲が入っております。皆さんがリクエストくださったたくさんの、あ、ちょっとあれだけど楽しみにしててください。そしておつことを鈴木さん、おつことってことで来てくださってありがとうございます。埼玉県の方かな、ありがとうございます。あ、初見の撮影にありがとうございます。はじめまして、来てくださってありがとうございます。SKE48 さんの第9期生オーディションに参加させていただいております。ファンの皆様とつながって SKE48 になっていきたい、エントリーナンバー27番ニーナタンです。よろしくお願いします。やった、頑張ります、ありがとうございます。そしてターボーさん、ニーナタンまったりしてます。ぬめりさん、お、ありがとうございます。そう、なんだろう、他の子とかに比べたらだいぶまったりしてるかも。どうなんだろう、なんかほんと一応配信させていただいております。そしてノジリーさん、めっちゃかっこいいね、劇場で撮り始めたことある。そうそうなんです、ブルーロード私結構好きで、もともとあの AKB48 さん、48グループさんにハマったきっかけが、あの AKB 歌劇団っていうミュージカルがあったんですけれども、その AKB 歌劇団の、なんだろう、AKB 歌劇団、AKB 歌劇団を見てハマって好きになったんですけど、その中にブルーローズも入ってて、だから結構思い出深い曲です。そう、 AKB 歌劇団にあった曲は結構全部もう思い出の曲だから歌えます。ジャンマッサーさん、ニーナタンの初日から浮気に来てることになるわ。おっあら、あらららら内緒ですね。推しさんには内緒だ。秘密ですね。そしてゆうさん、歌配信仕事で見えてなかったからし、お、よかった。そう、歌をね、歌わせていただきます。結構ね、なんだろう、幅広めかな。 SKE48 さんの曲はもちろん、AKB さんの曲もあり、 NNB さんの曲もあり、 HKT48 さんの曲もあったりするので、結構なんだろう、HKT さんだけないのかな。そう、でもあります。なかった、トロさん、こんばんは、やっとコメントできる状態になりました。お、トロさん、こんばんは、見に来てくださってありがとうございます。今日も来てくださって嬉しいです。やっとコメントできる状態になりましたってことで、コメントできなかったのか、でも聞いてくださってたのかな、その感じだと。聞いてくださってて嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。そしてのーやんさん、こんばんは。お、こんばんは、来てくださってありがとうございます。のーやんさん嬉しいです、ありがとうございます。こんばんは、ありがとう。そしてかげさん、仕事中なので星投げしていきます。頑張ってね。お、かげさん、ありがとうございます。お仕事中、この辺かな、来てくださってありがとうございます。お仕事頑張ってください、ありがとうございます。頑張って。そして佐藤さんかな、こんばんは。はじめまして、イベント確認したときにフォローしてましたが初見です。お、
こんばんは、はじめまして、来てくださってありがとうございます。 SK48 さんの第9期生オーディションを受けさせていただいております。エントリーナンバー27番のニーナタンです。よろしくお願いします。嬉しい、確認した時にフォローしてくださってたということでありがとうございます。今でも全然嬉しいです、ありがとうございます。今月1日誕生日ってことで、お、近い近いですね、今日4日だからめちゃめちゃ近い。お誕生日もおめでとうございました。ハッピーバースデーですね。ゆうじさん、まったりに見えるけどダンスはバキバキ、どうなんだろう。んでもどちらかというとダンスは苦手なんですけど、でもその分なんだろう、人よりもその他の人よりも努力できるということなので頑張ります。トラちゃんさん、こんばんは。お、こんばんは、今日も来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。そう、嬉しい、ありがとうございます。今日はそうですね、ポニーテールです。アイドル的さん、スノードーム、ありがとうございます、嬉しい、スノードーム嬉しいです、ありがとうございます。雪だるま、そしてターボーさん、そろそろ時間のラジオス、お、ニナタコ、ありがとうございます。そろそろ時間ということで、見に来てくださってありがとうございました、すごく嬉しかったです、頑張ります、ありがとうございます。ありがとうございます。ターボーさん、よかったらまた来てください、明日、ありがとうございます。そしてトロさん、星だけ投げてました、お、ありがとうございます、嬉しい、星だけでも投げてくださってて嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい。ありがとうございます。そしてマソッチさん、こんばんは、お、こんばんは、来てくださってありがとうございます。今日も来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。そしてかげさん、星投げ終了しました、今日も可愛いですね、ありがとうございます、嬉しい、わーすごい、くまちゃんいっぱいや、可愛い。どこまで見たっけ、あ、あった。かげさん、星投げ終了しましたってことで、星ありがとうございます。今日も可愛い、ありがとう、照れる。照れちゃう。頑張ってください、お仕事。そして、ハイキックおきみにさん、こんばんは、今仕事から帰ったよかな、動画安定したかな、お、ハイキックおきみにさん、こんばんは、今日も来てくださってありがとうございます。お仕事、お疲れ様です。ありがとうございます。動画、そうですね、だいぶ安定しました。ちゃんとね、今隠れてて、お星様で見れないんですけど、86キロビッツなんちゃらかんちゃらを、キなんだっけ、K バイトビッツショット、違うかな。違うかな。お、あった、486だ、微妙かな、なんかね、いい時は808あるんですけど、多分ね、回線の問題だと思う、なんか Wi-Fi ちょっと調子悪いんですよね最近。そう。かいちーさん、くま、ありがとうございます、嬉しい。ね、くまさんすぐ消えちゃうんですよ、かわいいのにもったいない。ありがとうございます、くま、嬉しいです。かいちーさん、ありがとうございます。そしてまーちゅさん、初見です、お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 、初見詐欺さんかな。私の知ってるまっちゅさんじゃない。うん、でもね、アバターがまっちゅさんなんだ、だから嬉しい、でも
初見さんということで初見って言いましたからね、自己紹介しますよ、はい、SKE48 さんの第9期生オーディションを受けさせていただいております。エントリーナンバー27番、ファンの皆様とつながってSKE48 になっていきたい、エントリーナンバー27番、ニーナタンです。よろしくお願いしますはじめまして、マッチさん多分違うっけどありがとうございます。推薦コメントを読ませてもらいました、ありがとうございます。あれ、名前呼んだ時いなかったかな、マッチさん。名前呼ばせていただいた時にいなかった疑惑がある、ちょっと探しますね。よいしょ、あったあれ、名前読んだ時いなかったかな、待ってさ、なんちゃらかんちゃら、そう忘れちゃった、キロビッツなんちゃらかんちゃら、ちょっと調べますもうね、なんか皆さん多分もう見てくださってる方には、よいしょ、イヤホンが安定になってるかもしれないんですけど、結構わかんないことは私はすぐ調べちゃうので KBPS なんだったっけ、 KBPS 読み方、よいしょ、よしあ、ゼロさんもやった、クマ嬉しい、ありがとうございますクマちゃん嬉しい、ありがとうございますね。なんでこんな怖いのにすぐ消えちゃうんだろうずっといてほしい、くまちゃん。ゆうじさん、歌の時に画質起きなきゃいね。そうなんですよ、歌昨日かな、2部がすっごい調子悪くて、もうなんかすぐ画質落ちちゃってたので、今日こそは今日こそは今日こそは、マッチさんキャッチウェイできてる、そうなんですよ、キャッチウェイとかできまして土曜日かな、土曜日に皆様に決めていただきまして、本当にポンって出てきてコメントしてくださって、あ、それいいなってなって、そちらを使わせていただいておりますそしてともちんさん、ニナさんこんばんは、お、こんばんは、今日も来てくださってありがとうございます、嬉しい、ともちんさんありがとうございますこんばんは、嬉しいです、ありがとうございます。そしてハイキックを君にさん、 Wi-Fi の問題ならルーターをリセットするしてみるのも手、ルーターってリセットできるんですか、私ね、わかんないんですよ、ルーター Wi-Fi のこと、なんだろう、もともとお家の構造的に Wi-Fi が入りにくいらしくて、そもそもなんだろう、リビングとかにいたら大丈夫なんですよ、なんですけど私のお部屋にいると結構ね、なぜか多分遠いからなんですけど、リビングから遠いからか電波が結構弱いくてそう、なんか夜中とかにの動画とか見てると止まることが多々ありまして、そうなんですよ、だからそれのせいかも、もしかしたら。一応ね、できる限り部屋のリビングに近い方で配信させていただいてるんですけど、そして、あ、ゆきとさん、ニーナタン、ヤッホー、ありがとうございます、ヤッホーということで、こんばんは、今日も来てくださってありがとうございます、ゆきとさん嬉しい、皆さん、ありがとうございます。私も大好きです。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。アイドルさん、お、バラありがとうございます。嬉しい。そう、バラも好きだから嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいな。ホリくんさん、明日のラスト配信来れないかもしれないから、来れるのは今日から、あら、そうなんですか、また出てきた、これすぐ出てきちゃう、よいしょそっか、明日会えないかもなんだ、それは悲しいあー、そっか、
頑張ります。私が合格したらまた会えるから頑張ります。さよならじゃなくてまたねですね。また会いましょう。次ちょっといつになるかわかんないけど、また会えます絶対に。なので大丈夫、ありがとう堀くんさん。そっか、ゆきさん、ほりさん、大丈夫ですか、頭打ってない。大丈夫かな、ほりさん、あったまれましたか、どうだろう。大丈夫かな。そしてゆきとさん、当たり前だ、ニネタ推しなんだから、お、ありがとうございます。嬉しい、そんなこと言っていただいてありがとうございます。そう、皆さん、なんだろう、推しだよとか、推しメンだよとか、旧規制で一番好きだよとか、本当に嬉しいです、ありがとうございます。幸せです、私は、ありがとうございます。そして HKT みくりん大好きさんをさん、フォローしました、トップで見たらこれ、ありがとうございます、嬉しいです。嬉しい、ありがとうございます。フォローありがとうございます。初めましてかなということは、初めまして、改めまして自己紹介させていただきます。 SKE48 さんの第9期生オーディションに参加させていただいております。エントリーナンバー27番ニーナタンです、よろしくお願いします。あ、キャッチフレーズ忘れてた、今のなしでもう一回やります。はい、ファンの皆様とつながって SKE48 を担っていきたい、エントリーナンバー27番ニーナタンです、よろしくお願いします。失礼いたしました、フォローしてくださってありがとうございます、でも見に来てくださって嬉しいです。あと2日なんですけども、これからよろしくお願いします。嬉しいです。ゆいはん推しさん、関西弁じゃないの、関西弁は一応なんだろう、普段は結構関西弁らしいんですけど、配信になると結構なんやろう、標準語とミックスされております。標準語と関西弁のコラボレーションです。ハイブリッドということになっております。お、ゆきとさん、ラサ先生、ありがとうございます、嬉しいです。嬉しい、ありがとうございます、早くも明日見に行くよって言ってくださってて嬉しい、ありがとうゆきとさん。そしてハイキックおきみにさん、そっか、電波が弱いんだね、俺的には最高に来る、ありがとうございます。そう、なんかね、いろいろ試してみたんですけど、多分昨日はアプリも重かったし、 iPad か iPad も重かったし、回線も多分昨日は弱くて、なので、なんだろう、良くなかったんですよ。なので、皆様にご迷惑をおかけしました、ということで。そう、すごいね、昨日は悪かったから、うん、必ずね、ありがとうございます、堀くんさん、また絶対に会いましょう、ありがとうございます。マスカさん、こんばんは、こんばんは、また来てくださって嬉しいです、ありがとうございます、こんばんは、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。還暦おじさんさん、もたれないすぐに返し返りに、そうですね、なので頑張ります、ありがとうございます。皆さんとの約束を私は果たしに行くので、絶対に、なので頑張ります、ありがとうございます。そう、絶対すぐ会えると思う、だから頑張ります、ありがとうございます。ゆきとさん、必ずおやす、ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです、ありがとうございます。そしてあおいさん、合格したら握手会行きます、ありがとうございます、あおいさん嬉しい。
早く皆さんと握手したい、握手したいから頑張ります、ありがとうございます。ヨシピさん、小腹が減ってきたからパン焼いてくる。お、ぜひぜひぜひパン焼いてきてください。すごいパン焼けるんや。いってらっしゃい、気をつけて。美味しく作ってきてください。いってらっしゃい。そしてニーナタン、かわいい。お、ありがとうございます。うわー、よいしょ、よし、開いた。お、当たっちゃった。ありがとうございます。嬉しいです。照れちゃう。そしてゆいはん推しさん、なんやろゆいはんの決まりまか。お、横山ゆいさん、横山ゆいさん握手したことあります。個別握手会行ったことある。そう、横山ゆいさんも京都の方ですもんね。なんやろ、とは私横山由依さんのありがとうが結構好きです。ありがとうって言ってくださる、すごく好き。お、名前がすごい嬉しい、ありがとうございます。ニーナタン大好き、ゆきとさん嬉しい。ニーナタン可愛い、ありがとうございます、嬉しいです。ありがとうございます。ゆきとさん嬉しい、ありがとう。ミシャルになった。照れちゃう、ありがとうございます、嬉しい。そしてえっ、ー、と標準語と大阪弁の星ハイブリッド。ハイブリッド言い方、そう、ハイブリッド。え、ハイブリッドってダメな意味？ハイブリッド意味。ハイブリッド調べます。生物学で異なる種類、品種の、あ、これあれだ、生き物。ハイブリッドとは意味、異質なものが組み合わさった複数型を意味します。あ、ってことはじゃあ合ってるは合ってるんだ。よかった。そう、標準語と大阪弁のハイブリッドでお送りしております。嬉しい、名前少し変えたよって、ゆきとさんありがとうございます、すごい嬉しい。みんな楽しい、ゆきとさんありがとうございます。照れちゃうな。あ、よしみさん頑張って星を説明しようとしてくださってありがとうございます。あ、ミキアンドクラさん、ニナタンこんばんは。お、こんばんは、今日も来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます、嬉しいです。ヨシピさん、なんでこれが、なんでだろう、ハイブリッド。ハイブリッドなんでだろうね。なんでやろう。謎ですね。ニーナタン大好きさん、ありがとうございます。合格したニーナタンにアドバイス書く。お、嬉しい、ありがとうございます。合格できるように頑張ります、ありがとうございます。嬉しいです、私も早く皆さんと会いたいので頑張ります。やっぱり直接ショールームはもちろんなんですけど、握手会などでも直接皆様に感謝の気持ちを伝えたいです。なので頑張ります、ありがとうございます。そして還暦おじさんさん、朝からスマホがネットに繋がらなくて慣れない PC 苦労したけど夕方回復に。お、よかった、よかった、よかった。結構で不便ですよね、スマートフォン使えないってなると。私もなんだろ う今となったら3台あるんですけど、身の回りには一応ベッド横にももう一台あって、こんな感じ。あ、これ著作権物になっちゃう、よいしょ。ほ、
ケースを使わせていただいてるんですけど、なんかそのケースが好きな、なんだろう、絵描きさん、絵描きさんっていうのかな、なんかわかんないんですけど、そちらの方のものなので著作権物を写しちゃダメだから、そうこちらの iPhone、 そうとこっちの iPhone があるんですけど、そうなんです、だから結構ね、なんだろう、でも一回使えなくなって前の携帯使ったんですけど、すごく不便だったので結構大変でしたね、スマホ使えないと。今の時代はまた出てきた、おいしょよかった、でも間に合ってよかったです。もう繋がらなくならな、繋がらなくならなかったらいいですね還暦おじさんさん、ハイキックおきむにさん、実は結構リリーあれどうだろう、そんなことはないはず、皆様よりは DD じゃないはずそう、私は結構見てます、他のこのルームで皆さんを見ます、たまにあれここにもいるみたいな、結構見てますだから DD ではないはずまつりさん、お今日も来てくださって嬉しい、こんばんは、今日も可愛い、ありがとうございます、まつりさんありがとう嬉しいですそうこんばんは、今日も来てくださってありがとうございます、まつりさん皆勤賞ですよね、すごい嬉しい、ありがとうございますそしてエイメイさん、ニーナタウン疲れ様、おありがとうございます、エイメイさん今日は来てくださって嬉しいです、ありがとうございます嬉しい、ありがとうございます、エイメイさんありがとうお疲れ様ってことで、エイメイさんもお疲れ様です、ありがとうございます。そしてミニドンさん、ただいま星投げ2周目完了、おかえりなさい星投げ2周目ありがとうございます、ミニドンさん嬉しい、ありがとう、嬉しいです。そしてまた出てきた、このよいしょ、これは切ろう、ちょっと後でそしてゆきとさん、ライブマイクをありがとうございます、なので頑張ります、皆さんと直接挨拶したいので頑張ります、ありがとうございます。そしてそしてそしてあ、つよぽんさん、こんばんにーた、久しぶりだ、ありがとうございます嬉しい、そうこんばんにーたつよぽんさん、ありがとうございます、結構久しぶりかな、また来てくださって嬉しいです、ありがとうございます、こんばんは、嬉しいです、ありがとう。ミキ&クロさん、握手会で挨拶させてもらいます、お、ありがとうございます、握手会頑張ります、ありがとうございます、皆さんと直接お話ししたいので頑張ります、ありがとう頑張ります、握手会したい、ありがとうございます、したいです、なのでクロス香里さん、もしクロス、そう握手したいから頑張ります、ありがとうございます。そしてともよさん、こんばんは、お、ありがとうございます同じくお久しぶりでございます、来てくださって嬉しいです、ありがとうございますよしぴさん、皆様よりは、そう皆様よりは DD じゃないはずです、私は巡回、そうあのですね、結構見てるんですよ待ち時間とかに、この間一昨日ぐらいかな、昨日一昨日か一昨日ぐらいに、
空き時間にちょっと他の子の配信もどんな感じか見てみようかなって思って見てたら、あれみたいな方がいっぱいいたいっぱいいました。なので巡回しております。あ、この人ここでもコメントしてるとか、あ、この人さっきここでコメントしてたなとか、あ、この方推薦コメント書いてるなとか見ておりました、しっかりとそう見てましたよさあ見回りというか、なんだろう、普通に他の候補生さんが気になってそう見てたんですけどもうね、コメントしてる方があれみたいな推薦コメント書いてる方があれってなってましたあ、にん照れちゃう、これゆきとさん星集めてありがとうございます。星集めありがとう、ゆきとさん嬉しいです。ゆきさんどうも、あ、大丈夫ですか、しっかり冷やしてくださいねしっかり冷やしてください、大丈夫かな。ヨシピさん、ニーナさんの監視愛そう監視というか見回りしてたら、もう巡回してたら皆様がいましたそうなんです。山田さん、ゆきちゃん、そういっぱい出てきちゃうから切ります。なんか多分洋服屋さんとかにあった時の服かけるところなんですよ、多分出てきちゃうから切りますカネケンさんの画面僕はディディさんって声してなんか聞けない、なるほど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 、ディディさん、ディディさん、なるほどなるほどなるほど、ほうほうほうどうなんだろう、ディディでもまあ押してくださることはとっても嬉しいですし、ちょっとでも見てくださってるのは本当に嬉しいんですけどね、あららって、やっぱり気持ち焼いちゃうお、トロンナ、ナードさん、 I love you from カモ、カンボジア、おー I love you, thank you Hello, I'm happy, thank you これしか言えないありがとうございます、カンボジアから見てくださって嬉しい、ありがとうございます。ニュータン、こんばんは、リュークさん上、お、リュークさん参上ってことでありがとうございます今日も来てくださって嬉しいです、こんばんは、ありがとうございます。そういっぱいいましたいっぱいいました、私は見ましたみんな星遊びだよ、なるほど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 、星集めしつつ他の子のコメントしつつ、なるほどなるほどでもなんだろう、確かに星集めるには見なきゃいけないから、でもなんだろう、まあでも星を結果的に私のところに投げてくださってて嬉しい、でもそれは本当に嬉しいですありがとうございます。でもケーキは2位だったんだけ、星遊びでした、あ、ありがとうございます、やったねありがとうございます、けんキャンキャンじゃない、還暦おじさんさん、ありがとうそうそうそうみぞ男さん、あ、5回目声かけ、こんばんは、ありがとうございます、すごい5回目今日も来てくださって嬉しいです、ありがとうございますありがとう。まつりさん、女の子が可愛すぎるからリーダーになっちゃう、なるほどなるほどなるほど、確かに、まあでもそのことについては一理あるかもしれないそう、でもやっぱり女の子としては
や気持ちはいっちゃいますよね。推薦コメントまで、なんかプロフィール見るんですよ私、コメント欄よりプロフィール見てて、そしたらあのなんか上の3件ぐらいは表示されるじゃないですか、推薦コメント、そこにあれみたいな方がいらっしゃったりとかもありましたね。ガクガクブルブル、そう皆さんバレてますよ。バレてますよ、意外と私は意外と見てますよ。影虎さん、ルームごとで名前やプロフィール変える人も、すごいな。すごい、それはすごい。それバレないんですか。でも推薦コメントとか名前変えたらすぐ分かりますよね。顔だけ出てる、ここ。そう、ジョンマッサーさん、推薦カメで怖い、怖いかな。そう見ちゃうんですよ、皆さんのこと好きだから気になって見ちゃうんです。そう、監視されるのはカオタン、あ、確かに。カオタン、カオタン元さん、カオタン、カオリさん、ファンさんは、そう、確かに。エゴサですもんね。カオリさん。でもそれが嬉しかったりする。お、ユキトさん、俺の19歳あるあるは20代と間違えられる。お、なるほど。私の19歳あるあるは、高校生と間違えられる。逆だ、ゆきたさん。逆ですね。そう、私は高校生にまだに間違えられます。USJ とか行った時も、クルーさんに高校生ですかって聞かれた。違うんですって言ってました。そうそう。ジャンマッサーさん、俺はこのルームだけという自信がある。お、素晴らしい自信だ。素晴らしい自信だ。ありがとうございます、嬉しいです。素晴らしい自信をお持ちで嬉しいな、ジャンマッサーさん、ありがとうございます。そして秘書室長さん、みなたんこんばんにゃ、ポニーテかわいいです。お、ありがとうございます、こんばんにゃ、来てくださって嬉しいです。今日もありがとうございます、秘書室長さん。嬉しい、ありがとう。ポニーテ、そう今日はね、一応巻きポニーテールでもだいぶ取れちゃった。今日は巻きポニーテをしています。そしてハイキックを君にさ、みんなそれぞれいいとこあるからね、でもニータンが一番。お、言いましたよ。確かに、でも本当に何だろう、一人一人いいところがあるのはとても分かります、それは本当に分かります。そう、でもそうやってくれるのが一番嬉しいです。一番になりたい、頑張ります、ありがとう。嬉しいです。トッシーさん、こんばんは、仕事終わり帰宅。お、トッシーさんこんばんは、お仕事お疲れ様です。おかえりなさい、来てくださってありがとうございます、おかえりなさい、ありがとう。ゆうじさん、ニーナさんに焼きもちかな、焼かれたい。そう、私は意外と焼きもち焼きなんです。だから見ちゃうな。見ちゃう、そう、やっぱりなんだろう、気になっちゃう。コバッチさん、ニーナさん、こんばんは、今日もいか、お、ありがとうございます。コバッチさん、今日も来てくださって嬉しいです、こんばんは。今日もいか、嬉しい、ありがとう。今日はポニーテールをしてます。ありがとうございます。そして
ミキアンドクロさん9期生ニーナタンはじめ数人推しメン決めたよ。お、ミキアンドクロさんありがとうございます。推しメン嬉しいな。じゃあ一番になれるようにちゃんと頑張ります。ありがとうございます。合格できるように頑張ります。ありがとう。お、工作さん、星集めしてるだけだよ。お、なるほどなるほど、星集めも兼ね、コメントも兼ね、なるほどなるほど、推薦コメントも兼ね、ほうほうほう。そうなんだ、なんかいるだけとかコメントしてなかったりとかだったら、あ、星集めさんかなってなるんですけども、あ、コメントしてたらあれってなっちゃう。お、ヨシピさん大丈夫、2年分の思いが募ってニナタンしか言ってないか。お、嬉しい、ありがとうヨシピさん。嬉しいです。そう言っていただけるととても嬉しい、ありがとうございます。嬉しいな。トロさん、みんな配信してるんだろうからここで星を投げてる人に倒せない。お、なるほどなるほど、そっか、それもあるんだね、星集めするには見なきゃいけないから。お、なるほど。だったら嬉しい。ありがとうございます、私のために本当にありがとうございます。そう、でも本当にすごく嬉しいです。つなぎはニーナタンにしかだけど、お、じゃあ大丈夫だ。嬉しいです、ありがとうございます。そう、星投げは私だけならいいや。やきもちは焼いちゃうけど、うん、嬉しい。本当に星より様投げてくださったり、カウントしてくださったり、ギフトくださったり、コメントくださったり、本当に嬉しいです。巡回されても平気。お、トロさん、さすが。さすがですね、巡回。なるほど。ユージさん、ニナタンでしか推薦コメント書いてない。お、やったね、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです、そう言っていただけて。嬉しいな、よかった。なるほどなるほど。星集めの時は音声消してますよ、動画映らないように握手会聞いたり。お、すごいすごい、嬉しい、ありがとうございます。ぜひぜひ理由を聞かせてください。握手会できるように頑張ります。ぜひぜひ理由を聞きたいですね、直接。よしぴさん、私は意外と見てました。ありがとうございます。そう、私は意外と見てます。そう、皆さんが好きだから見ちゃうんですよ。ラパンさん、あ、待って、飛ばしちゃった、めっちゃごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。ゆきとさん、高校生と間違える。そう、高校生と間違えられます、違うのにってなっちゃう。違うのにっていつも言ってます。そう、高校生に間違えられちゃう。そして還暦おじさんさん、かおりさんのエゴサ対象になってることが嬉しい、顔とあとあるある、ビリケルの目開けてる。そうですよね、結構なんだろう。結構そう、でもね、エゴサされるのも嬉しかったりしますが、私側としては一番にしてほしいなって思います。ラッパンさん、あ、そう、ごめんなさい、さっき、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。今日も来てくださって嬉しいです、ありがとう。ありがとうございます。ボンちゃんさん、私は前に言いましたが、
私推しが卒業してしまったから現在推しを探し旅します。あ、そっか、矢作ゆきなさんでしたっけ、書いてますもんね、ゆきなってそっかそっか、なるほど、推し探しの旅、それは大事だ推しさんは大事ですもんよかったらどうですか どんぺいさん、もうあの子とあの子とあの子とあの子のところにはところにはところにはなんだところにはなんでしょう、ところにはトッシーさんと一緒、トッシーさんで間違えた、ボンさんと一緒、なるほどなるほど、推しさんを探してるんですね皆さん、なるほど、どうですか推してほしいなリリッシュのゴーさん、お師匠さんなんですねねえトッシーさん、お意気投合してますね、工作さんコメントしてね、お、じゃあ全然大丈夫それは本当に見つけても、あ、星集めしてくださってるんだなって思ってたので、それは大丈夫ですありがとうございます。どこまで読んだかな、あ、しょぼーんさんしょぼーんさん、初見です、後ろのプレゼンです。ありがとうございます、初見さん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。 SK48 さんの第9期生オーディションを受けさせていただいております。ファンの皆様とつながって SK48 になっていきたい、エントリーナンバー27番ニノトンです、よろしくお願いします。パチパチパチ、ありがとうございます。そう、後ろのプロフィール、そうです、いっぱい貼らせていただいておりますそう、プロフィールはこちら、そしてもし9期審査になったらというのはこちら、そしてエントリーナンバーとニックネームがこちら、そしてツイッター拡散用タグがこちらでございますぜひぜひフォローもしてくださったら嬉しいです、よろしくお願いします他で見たことない、確かにないです、他で見たことない、さすがありがとうございます。そしてくぼちさん、こんばんは、お、こんばんは、ありがとうございます。今何時、あ、あと5分だありがとうございます、そう、ありがとうございます、嬉しいです。そしてぼんさん、8250、お、ほんとだ、8697人さん、ありがとうございます嬉しい、ありがとう、8000人超え嬉しい、8000人超え嬉しいです、ありがとうございます丸山龍太さんかな、推薦コメント早速でよかった、あ、ありがとうございます、見たことは見てないかな、丸山龍太さん、お名前をお書きしましたよ、ちょっと待ってください、あ、これは本格的に探さなきゃいけないやつ、ちょっと待ってくださいね今ね、ちょっとね、めっちゃ頑張って探してます。丸山龍太さん書かせていただいたから絶対あります、よいしょ、あ、あった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 、よかった、下から探せた、丸山龍太さん推薦コメント書いてくださってありがとうございました嬉しかったです、ありがとうございますありがとうございました今見てるかな、まだゆうじさんずっと応援するから絶対学習、お、嬉しい、ありがとうありがとうございます、頑張ります、ありがとうございます竹春さん、こんばんは、お、こんばんは、来てくださってありがとうございます、嬉しいですありがとうございます、竹春さん嬉しいありがとうございます。そしてシュガーセンスパ、やった、ありがとうございます、もうね8793名様見ていただいてます、ありがとうございます
まだ3位だ、よかった頑張ります。本当に3位、ここまで来たら3位を死守したい私は、なので頑張りますありがとうございます。そしてそしてそして少し画質が、お、本当だ、今多分ね200何キロビッツなんちゃらしかないんです。なんでだろう、回線が落ちてきたのかな、うんあ、ボンチャーさん、なう、あ、ありがとうございます。そう、なうが、あ、57分だ、早い。そう、よし。そしてそしてジャンマーサーさん、推し集めは俺もお届けしてる、多分10個ぐらい100個、え、すごいそんな一気に、なるほどなるほど、すごい、ありがとうございます、嬉しいです皆様ありがとうございます。すごい DD の方もいらっしゃりますし、楽しい楽しい、なんだろう、まっすぐ応援してくださってる方も、両方もちろんでも嬉しいんですけどもありがとうございます。そう、 DD さんとは、まあ DD さんにはちょっとやきもちは焼いちゃいますよ、でもそりゃもちろん18時、あ、ありがとうございますすでに長期滞在してますけど、そう、ありがとう嬉しいです、頑張りますね、じゃあありがとうございます。何時だ、59分だ、あ、やばいやばい8時になっちゃう、ミッキーキラさん、すいません、この後、あ、すいません、お待たせしました、この後の配信は、19時半からとなってます。ですね、どこだどこだどこだ19時半から書かせていただいたんですけど、どこだっけ、あ、これだ、じゃん、こちら本日4日、19時半から22時の配信予定となってますなのでよかったらぜひぜひ来てください、お願いします。そして明日は17時から20時の予定です、よろしくお願いしますミキキラさん、ありがとうございます。よかったですか、そうごめんなさい、ババババーって読ませていただきますね、ババババーっと、すみませんそう、17時から今日と明日の配信スケジュール、そしてえー、止まらない、ありがとうございます。3週目の星集め、星投げ完了、休憩時待たせてもらいます、お、ありがとうございます、嬉しいです3週ありがとうございます。休憩時間も皆さんゆっくり休みながら集めてくださったら嬉しいですあ、よろしくお願いします。そしてチョボンさん、フォローしました、ありがとうございます、フォロー嬉しいです、あとで仕組みます、ありがとうございますバイビーということで、またよかったら来てください、ありがとうございました。そしてたまらない、お、嬉しい、ありがとうございます。探さなくても、あ、ごめんなさい、探しちゃったそしてそしてどこまで、浮気しない、お、言いましたよ、浮気しない、浮気しない私はその発言を見ました言いましたからねお、あー、んー、アンサー、かわいい、ありがとうございます、はじめまして、来てくださってありがとうございます。 SKE48 さんの第9期生オーディションに参加させていただいております、エントリーナンバー27番ニーノタンです、よろしくお願いします、ありがとうございます。チロゾーネ、お、ほうほうほう、なう、あ、なう、ありがとうございます。ヤイター5万ポイント差、そうなんですよ、接戦なんですよ、だからだから頑張りたい頑張ります、結構接戦なので頑張ります。そしてユージさん、次の歌詞ありがとうございます、そう、次は歌を歌わせていただきます、なのでよかったらぜひまた来てください。2分になっちゃう。これ飲んでくれる。まあね、5分くらいでしたからね。あ、いや、すいません。時間かかっちゃって。ごめんなさい。全部、こちらこそコメントしてくださってありがとうございます。そう、コメントしてくださるから全部拾いたくて。ただきのせい。あ、そうなんですよ。そうなんですけど、裏番組としてじゃあやらせてもらいます。
9000突破した、お、本当だ、ありがとうございます。9345人さん、やったね、ありがとうございます、嬉しい今日こんな行くと思ってなかった、嬉しいです、ありがとうございます。そしてハイキックを君にさん、次の配信までちょっと同じくらい、お、運動、体を動かしてください、頑張ってください、怪我しないようにしてくださいね、いってらっしゃい、ありがとうございます。次30分後、はい、次は30分7時半からさせていただきます。そして次夜明けさせてから、お、気をつけて帰ってください、編集室長さん、ありがとうございます。ということで時間の後にいただきつつ、またありがとうございます。ということで皆様コメントをババババババと読ませていただいたんですけれども、実は私ちょっと申し訳ないですなんですけども、一応この枠は7時までということだったので終わらせていただきます。次はねすごい早いんですけど7時半からまたやらせていただくので、よかったらぜひぜひ来てください。ランキング読んで写真撮って終わります。そしてランキング読みます。13位ヨシピさん、12位ユージさん、11位トロさん、10位還暦おじさんさん、9位ジャンマッサーさん、8位ユウさん、7位ボンちゃんさん、6位カゲトラさん、5位カズヤンさん、4位ナオちゃんさん、3位カイチーさん、2位ゼロさん、そして1位チャオマイさん、おめでとうございます。そして皆さんありがとうございます。本当にたくさん応援してくださって本当にありがとうございます。ほ、お星様、カウント、コメント、ギフト、ありがとうございました。しっかり全部見てます。ということで終わります。また後で皆さん、あ、嘘、写真撮ってない、危なかった写真撮ります、いつもの。あ、これあと撮れるのも3枚なんですよね。はい、チーズ、よし。ということでありがとうございました。またすぐお会いしましょう、25分後ぐらいにありがとうございます。また後で、ありがとうございます。9547名さん、ありがとうございました。また後でね。バイバイ。